予約ができる可能性があります。はい、はい、LT ノーマルエアリティの、はい、この辺ってのはブラックバスとかでは使える？あ、もちろんです。なんならブラックバス2500番のこの LT シリーズ、はい、SF シリーズは最初からクイックドラッグについてるので、ほぼバス用にっていうことで1500番は使います。クイックドラグってどんな聞き方になってくるのか。クイックドラグどんな聞き方、はい、こっちも SF で、こっちはノーマルドラグなんですけど、ノーマルドラグ、はい、じゃあ緩めますと、はい、ファイト中に、まあ、魚出ちゃうと緩めます。このぐらいを、じゃあ今言っちゃったんでこっちです。こっちクイックドラグなんですけど、はい、今の同じぐらい緩めてください。はい、これでいいです。もう2クリックぐらいで、まあまあ2、3メモリ、2、3メモリで、3メモリでもうジャッと出ちゃう、はい、なんで魚のその瞬発的な速さについていけるっていうのがこのクイックドラム。だからラインブレイクとか魚を逃したりすることがなくなるんで、よりキャッチリスが上がるし、自分でファイトしてる感がっていう楽しみも増えるっていうのがこのアイテムです。これめちゃくちゃ軽いですけど、ブラックバスですよ。はい、ブラックバス。どんな時に活用されてます、まあ、SF に関してですか、ね、うん、SF に関してはやっぱ3ポンド以下、はい、E でいうと03以下、あ、まあ、使って04、はい、で、まあ、今流行りの同進化でサイコロラバーですとか、あ、はい、マイクロホバスト、はい、っていう風にもう 1g を切ってきたりするルアーだとかを使うのにはやっぱ持ってこいかなと思って。あ、こっちが LT でこっちが SF、 一応どっちもセンシティブチューモデル、はい、センシティブチューっていうのはどんなコンセプトってイメージで覚えておけば。そうですね、もう薪の極地を出したものです。ああ、はい、まあ、台はマグシールドが有名だと、はい、マグシールドを全て取り除いて、はい、でこの中のオイルですね、はい、普通はグリスが入ってます、はい、でグリスは粘度がやっぱ出るんで、はい、あれなんですけど、それをオイルに変えてるんで、もうスルスルの巻き持ちにしてるんで、でマグシールドを取るとやっぱ、ね、海水とか入ったりとか心配になるんですけど、はい、まあ、一応ソルトも対応、軽いソルトだったらいける。じゃあアジングとかそういうのもいけちゃうし、いけちゃうし、はい、バスも、はい、淡水だからいけるよって、はいはい、バスだったらもうこっちよりはこっちより ST シリーズがメインになるかなと思います。今年の台湾で言ったらもうこれがフラッグシップ。さっきずっとあっち側探しててずっとなくてで、イグジットのコーナーに聞いたらあのバスのところにあるよって言って、皆さんからイグジストの SF いるのっていう質問が一番困る質問です、これを出してて。じゃあどう答えますかそれを聞かれちゃったら、それを聞かれたら、ああ今もう困ってますまあでもそんだけ、うん、イグジストが最高峰じゃなきゃいけないはずだけど、もうこっちが性能とかいろんなチューンとか考えたらもう淡水において最強じゃないですか。マグシールドのリールはいくつか使ってるんですけど、はい、やっぱり初動がちょっと重いなっていう、まあでもそういうもんだよなでずっと使ってたんで、で薪が軽くなればもっと水の中を感じられると思うんですよ。はいはいはい、ルアーがどう動いてたのか、もう間もなく発売開始っていう感じ。3月に発売予定なんで、多分もう予約とかはできるかもしれない。はいはい、勉強になりました。これが最高、かっこいいな。ありがとうございます。
始めたら聞きやすくなって、ゆったり感でごまかせるからね。いや、なんか負けちゃうの。でも、まあ、負けのお客さんにおいては、どうなるかさ、いや、良くなってて、だいぶ口がかなり、このへこみがあるってどういう効果が、どこですか、この口のへこみがトレードって昔からこう口があるんですけど、ここから水が入って枝から抜けてるんですよ。それでより愛知性能というか直接性能を上げていくっていう、さらにエスで、さっきの猫バスがルアールアー組み立てキット、これですね。夏休みの自由研究、夏休み自由研究方式、はい、攻めすぎから、攻めすぎたらちょっと、うん、ピーって感じで。このトンボって今現行でも売って、いや、これ5月予定です。これこれから、はい、あ、後ろ山で、ちょっとここがこう、はい、動く構造になってまして、縦に動く、そうですね、はい、針はここにつくんで、はい、下からこうバイトした時に、あ、これが邪魔にならないように、柔らかくなおかつ上に逃げるから折りたたまれてる。でラバーも、はい、スモラバとかのラバーとちょっと違って、はい、中空のラバーにすることで本当だ水面で浮くと、ラバーがね浮かないラバーだとこれ垂れちゃうんですよ。はい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 。だけど結構スモールとかでよくテストしてたんですけど、はい、魚って下に来てよく見てるんですよね、はいはいはい、違和感があるとやっぱ降ってこないので、はいはい、なるべく本物に近づけるようにこれも浮かしたいなと思って中空のラバーを採用してます。結構小さい中にこんな、あんまりみんな言ってないんだよ。スモールとかで使う場合も投げて置いとけばいい、あっちから置いとくか。あとちょっと波紋出してあげるぐらいですね。このお尻のこの柔らかい硬い、柔らか硬い感じ、これは今後ですね。あとちっちゃいセミとかも出ます、ね、はい、お、これもやっぱりスモールとか、でも最近バスもラージも結構こんぐらいまで小型化したやつで、もともとだいぶ傷んじゃったんですけど、はい、これ本物ですけど、ギーニーゼミ、ちっちゃいセミとサイズ感的にこう同じぐらいにしてあって、うわ、要はこれたくさんこの辺にもいますけど、はい、姿はなかなか見えないんですけど、見えない、見たことない、ちっちゃすぎて見えないからね、はい、だからツクツク帽子とかちっちゃいセミだとこれが人知れず落ちてふっと腰を使われてる、はい、まあ、そっか、なんかでっかい腫れ物流行ってましたけど、結局、うん、まあ、こういうのでもでかいの食うしっていう、そうですね、うん、何を変えたんですか。ダイバル今までここまでちっちゃいのはなかったですね。なかったです。
ギフトとかあったかもしれないですけど、こちらはこれはルアー組み立てキットの中の一種類なんですけど、はいはい、昔販売してたあのドラム式だってありまして、はいはい、それをルアー組み立てキットにしました。でこれはちょっと私があの遊びで作っちゃったんで、はい、羽にあのイカの皮とか貼ってますけど、そうこれだけなんか妙に生臭しい結構あのサイン100均のサインペンなんかで、ね、塗るとセミはね割とリアルに作れるんですよ。はい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 、はい、あんまりスプレーとかすごいこだわってやるより、このでっかいやつは、そうですか、はい、これは使いをやろうから今どうするんですか。メリニティスイマーって言いまして、クランクベイトのようでもあり、なんて言ったんですかな、まあ、ジョイントによって、はい、クランクベイトよりは水押しが弱くなったら結構よりナチュラルに誘える、はい、でテールの部分だけ塩ビ素材、はい、要はワーム素材にすることで、はい、普通の3、まあ、ジョイントのルアーよりも、はい、テールは結構ワームの動きするんですよね。ブル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 、つけちゃいます。 1.5 メートルぐらい潜るかな。結構53グラムぐらい、結構ドシッと、はい、基本フローティング、フローティングで、ね、基本フローティングです。フローティング、はい、フローティングでも結構一番重い、はい、ラバー水に浮かない。ありがとう。これがシガーで、はい、これもこれがアクナスジョイントって言いまして、はい、スイッチ取り出して、ロットでスイッチしながらカク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 ってこうヘッドをこう左右にドッグオークさせて、はいはい、これも水面直下をこうドッグオークさせてくるような感じですね。あの関東辰巳水系とかでちょっと流行ってる、ね、はい、足際とか入れてくれてる、はい、上取れず斜めにジョイントを持っちゃいます。調整しながら、あ、今アメリカだから、そうか、テールのボヨンとした感じが結構ボディまでこよよんって変わってくる。テールがね、あっちとはまた違う素材で、はい、シリコンなんですけど、はい、あのダイワのもうホームページに動画が上がってるんで、はいはい、多分後で見ていただいた方が、そうです、絵がなんか理解伝えやすいかなと思うんですけど、あのやっぱりこれもテールが軟質素材で、はい、ふにゃってすごい余韻を残しつつ、まるでこう3連ジョイント的な感じの、ハイパーこう打って蓋的にふわってなってくる、ふってなってふわってなってくる、しかもガラスです。まあなんかごめんなさい、私の表現力がなくてすごい伝わります。斜めに水とかだったら、これも新しいメタルバイオ、ちょっとシルエットが細長い、はい、フィッシュライクなシルエットになってますね。なんか爆用ってずんぐりむっくりしてるのなイメージですけど、細長くするとちょっとやっぱ違ったりします、うん、そうですね、まあ、どっちもそうだな、多分ずんぐりしてるやつだと対抗が出ますし、細長くすると長さが出る状態ね。私が規制した時にそれに対する水のその水押しで、多分どっちがいいとかって僕は言えないと思ってて、それが効く状況が多分あるはずだと思ってて、なんともね、どっち、じゃあどっちがダメなのとか、まあまあまあ、その時いろいろローテーションで、これバイブレーションするときって、はい、こういうボブル方向もあるし、はい、こういうロール方向もあるんで、例えばロール方向だけで言えば対抗があった方が水が押せると思うんですけど、ボブルだと長い距離押せるから、こっちのまた水押しがあるんで、これはちょっとね、好みとか状況で使い分けたらいいかなと僕は思ってます。ちゃんとマジで接着剤ちゃんと塗らないと、なんか研ぎ澄まされた時に使うルアーだから、結構難しい。なんかちょっとでも疑心暗鬼にあったら、はい、じゃあちょっとこっち試してみようかなみたいな、はい、ありがとうございます。